こんばんは。寒いですね。今3度ですよ。3度。おとといは20度ぐらいありましたね。皆さんお体やってますか？あったかくしてください。この寒い中のね、お騒がしてるのは、新サービス貿易協定、地産っていうのは、この方はもう、大体分かってきたのと思います。TPP、言ってください。艦隊栄養パートナーシップ、やばいよ。超お金持ちの投資家が、12カ国の法律、そんなもの関係なく、自由に儲ける。仁義なきなんとかですよね。ルールなきルールですよね。それで、ここで訴えてるわけですが、さあ、昨日はね、南インチでストップ TPP ギャラリングというね、若い人たちがラップで、やりながら高円寺とかでやりました。新宿ではパーピントというね、少しちょっと面白いアクションなんかも起こってます。いろんな立場からいろんな人が TPP やばいよねということを訴えに出てると思います。ところで昨日の朝日新聞の一面トップ、どういう記事だったでしょうか？はい、皆さんご存知の通り TPP 発行不可能ですよ。 TTP 発行不可能。 TTP は発行されません。アメリカがトランプ大統領就任の日に TTP 撤退表明しちゃったんで、もうこれ発行されません。 TTP は死にましたと喜んでいいのではどうもないというところなんです。皆さんここで訴えてますけれども、昨日でしたっけ、一昨日でしたっけ、参議院、昨日だ、すごい質問がありましたよ。確か500億円でしたっけ、今回の補正予算 TTP 関連予算っていうのをつけました。それで国会の参議院の質問、こういう政府の答弁ありました。 TTP 関連予算、 TTP が発行されなかったらチャラなんですか、国庫に戻すんですか。政府の答弁、 TTP 関連予算は TTP の発行を前提にしたものではありませんっていう答えです。これすごいですよ、めちゃくちゃですよ。だってラーメン500円のラーメンにラーメンって頼んだらうどんが出てきて、これはラーメンの出すことを前提にしていませんっていうようなもんですよ。詐欺じゃないですか、詐欺。ね、そうですよ、そう思いません？これね、もう詐欺だと思うんだけど。はい、そこでですね、TPP、皆さん言ってますけど、ちょっと質問したいと思います。はい、寒い中、恐縮ですけども、今も言ってましたけども、TPP 発行されない、万歳と、なぜ言えないか。さあ、アルファベットばっかりが流れます。海外でももうそういうプラカードばっかりです。さあ、日本が実は入ってる、あのアルファベットについて質問をします。皆さん TPP 発行されません、でもそれで安心できない。まず今もありました TISA、 日本入ってるんですよ。 TISA、 TISA っていうのがあります。さあ TISA って何でしょうか、ご存知の方教えてください。 TISA、 TISA なんですけど、あんまりあれですね、関心ないですね。はい、じゃあ簡単に言います。日曜経済自由協定って言うんですよ。EU と日本、なんかが入って、アメリカも入ってます。かなり広いですよ。同じような自由協定なんですけれども、さらに磨きがかかってるんです。これに、実は、おとといだかな、参議院会館前に来た、那須理恵さん、大田区議の、那須理恵さん、早い段階から TPP の水道の問題とかね、民営化のことを言ってる方が言った、TISAになっちゃうんじゃないか、これ、公共事業、新宿区とかやってますよね、公共事業がどん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 国際企業が入っていく、とんでもないやつです。次、RCEP、RCEP、私、不勉強なんですけど、RCEP 誰か、中国が入るんですよね、中国。中国中心の東アジアの要するに経済連携協定、あと詳しいことは知りませんけども、これは RCEP の場合は日本入ってます。日本も交渉をやってます。ただアメリカはもちろんありません。なぜかアメリカはアングロサクソンミッションというちょっと陰謀論っぽい言葉ですけど、アメリカはですね、ロシアとか中国とかそういったところに経済、世界の経済を
主導権を握らせたくない、だから TPP に中国は絶対入れたくない、そういう根拠があるんですよ。大体そんなもんです。それに対して対極にあるのが RCEP ですよね。あのですね、実はこの RCEP 日本が入っていて TPP のことばっかり気にしたらこれもやばいよっていうのは、この間もここで言いましたけれども、アメリカ中国と自由貿易協定結んでますよね。そしてあのヒラリーさんが民主党の大統領候補になった時にもう肉薄したサンダースさん、アメリカと中国が自由貿易協定を結ぶ前、雇用は上がる、経済も上がると言ってたのに、実際には200万人ですよ。アメリカの200万人の雇用が中国とアメリカの FTA で、失われました。アメリカの企業はみんな中国に行って生産をするようになりました。じゃあ RCEP、 中国、日本、アメリカみんな仲良くなっていいのかな。やばいんじゃないですか。中国とアメリカと日本も入った自由協定、じゃあ日本の企業はアメリカの企業は同じように中国で生産することになっちゃうんじゃないですか。やばいですよね。はい、アルファベットいっぱい出てきます。そして最後 FTA、 日米 FTA TTI、 ダメになってこれでいいんじゃないかって言ったら TTIP 関連法で FTA になっちゃうんじゃないかってすごく多いですよね。誰かここのとこ FTA 教えていただけませんでしょうか。はい、FTA 自由貿易協定、自由、この自由という意味は普通の自由という意味ではないです。柔道の無差別級、それと同じ意味です。無差別、つまり大企業と零細企業とか中小企業が一緒くたになって何の企画も何もルールもなしで戦う、勝つのはどこですか。大企業です。決まってますね。これが自由貿易協定です。基本はそれなんです。それにさらに TPP のなし ISDS 条項というのはつきます。入ってるんですか。入ってます。米韓 FTA ではISDS 条項が入っていて、今韓国は中アメリカ企業から訴えられています。でさらに自由貿易協定と言いながら実は規制を厳しくしている分野というのが一つあります。それは特許の著作権。これに関しては特許著作権、例えばディズニーとかですね、いろんなところ、そういうことの商標権とかに関しては厳しい取り決めがあって全然自由ではない。でその特許を持った方が一方的に利益を得られるという仕組みになっています。つまり規制をなくすのは全て多国籍企業、アメリカ企業のため、規制を厳しくするのもアメリカのため、多国籍企業のため、こういう非常に不公平な貿易協定が FTA 自由貿易協定ですね。自由というのはいい意味の自由じゃないです。無差別級、小さいやつは絶対勝てない自由という意味です。どうもありがとうございました。昨日の朝日新聞の朝刊、この TTP もう発行不可能、 TTP は死にました。ところがこれは入り口にしなかった。どうも二国間の FTA とか TISA、TSA、RCEP、RCEP 全部日本が入ってく、もっとやばい契約の入り口みたいですよ。やばいですよ。アルファベットでさらに分かんないですけど、どんどん検索して我々目を開いていきましょう。やばいです。ありがとうございました。ありがとうございました。日米の協定、ちょっと昔の例を挙げると、オレンジ柑橘類の輸入協定となりまして、その時にレモン、オレンジ、グレープフルーツ、これらを船で日本に運んでくるわけですが、船だと時間がかかりますよね。ですから防カビ剤を使ったんです。アメリカ産の柑橘類、フルーツというのは全て防カビ剤が使われていて、しかも強力な防カビ剤、人体に悪影響がある防カビ剤を使ったんですね。それを認めたのが自民党です。
つまり自民党は日本国民の健康を無視してアメリカの言うことを聞いたんです。それが FTA でも生かす、FTA でも同じことがされるでしょう。では次の方お願いします。